今朝の依頼人は駆け寄って挨拶した。顔に嬉しさがにじみ出ている。大変お待ち申し上げました。声を張り上げ熱烈に握手をする。ロイロット博士もロンドンへ出ましたから夕方までめったに帰ってきません。先生とはもうお近づきの光栄をいただきましたとホームズは言い、起こったことを手短に説明した。ストーナー城は終わりまで聞かぬうちに唇まで真っ青になった。なんということでしょう。後をつけられたのですね。そのようで、先読みされていつもカゴの中の鳥、帰ってきたら何と言われるか。だが用心すべきは向こうの方です。もっと先を読む人間が自分を追っているのですから。とにかく今夜鍵を閉めて彼を近づけぬこと。狼藉を働くようならハローのおばさんのところまで送って差し上げます。さてできるだけ時間を有効に使いましょう。見ておくべき部屋の方へご案内をお願いします。建物は苔むした石造りで地は灰色、中央部が一段と高くなっており、それから左右へ胸がそれぞれ翼状に伸びていた。一方は窓の破れたところに板が打ち付けてあったり、屋根がへこんでいたりして廃墟の邸であった。中央部も手入れ不足であった。ただ右側の胸だけは割合に新しく、窓に日よけもあれば煙突からは青い煙がゆらゆら昇っており、住居であることが見て取れた。右側の胸の外れに石場が組んであった。石の壁が崩れていたが、我々が訪れた時職人の姿はどこにも見えなかった。ホームズは手入れの行き届いていない芝地をゆっくりと歩き回り、窓を外側からつぶさに調べた。見たところ、この端の部屋があなたがいつもお休みになる部屋、真ん中がお姉様の寝室、それから母屋に一番近いのがロイロット博士の部屋。その通りです。今私はこの真ん中で休んでおりますが、改修中はですね。ところであの端の壁、大急ぎで直すほどのものには見えませんが。必要ないんです。私を部屋から追い出す口実かと。ほう、いわくありげで、この細い棟の反対側には廊下があって三つの寝室が面している。廊下に向いた窓はありますね。ええ、ごく小さいものが、狭いので人の通り抜けはできません。夜寝室に鍵がかけてあればそちらからは忍び込めない。では真ん中の部屋へお入りになって、中から鎧戸を閉め、かんぬきをかけてみてください。ストーナー城は指示に従った。ホームズは開いた窓も念入りに調べてから、外から鎧戸を無理にこじ開けようと手を尽くした。が、うまくいかなかった。中のかんぬきを外そうとしても、ナイフの刃を差し込む隙間がない。そこで拡大鏡を出して蝶つがいを調べてみたが、その蝶板は頑丈な鉄製で硬い石壁にしっかり埋め込んであった。ふむとホームズも困ったというふうに顎をさすり、僕の理論にはまずいところがあるらしい。かんぬきがかかっていれば誰も鎧戸を通れぬか。うん、内部に何か事件の手がかりがないか調べよう。横にある小さな戸を押すと三つの寝室が並ぶ白壁の廊下に出た。
ホームズは3番目の部屋を見ずにすぐさま2番目の部屋、すなわち今ストーナー城が使い彼女の姉が最後を遂げた部屋に向かった。質素な小さい部屋で、低い天井、大きい暖炉、いかにも田舎屋敷風である。隅には茶色のタンスが置いてあり、もう一方の隅は白い上掛けをかぶせた寝台があり、窓の左側には化粧台があった。その他小さな灯椅子2つを加えたのがこの部屋の家具のすべてであった。あと部屋の中央に高級なウェルトン絨毯が敷かれていた。床も壁もみんな虫食った褐色の柏材で、ふるさと色あせを見せてこの建物ができて以来そのままのものに違いなかった。ホームズは椅子の一つを一方の隅に引いて静かに腰を下ろすと、上下左右にぐるりと目をやり、部屋の隅々まで見回した。あの呼び鈴はどこへ通じていますか？ふとホームズは寝台のそばに垂れ下がっている太い綱を指さした。枕の上に房の先が乗っかっている。家政婦の部屋へ通じております。他のものより真新しいようですが。ええ、2年前につけたばかりです。するとお姉さまがつけさせた。いえ、そのような話はいつも自分のことは自分でいたしますので。ではこんな立派な引き綱など不必要でしょう。